とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もですね、妖怪学園 Y、YY 学園生活、やっていきます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日は、のずちかが、レベル600になったので、夜の学校、行きます。ソロでね。うん。まあ、夜の学校欲しいものがね、2つあって、なかなか出ないのよ。うん。その欲しいものってのが、メダル。召喚メダルの、まず一つ目、ナイトメアレディ。これのレベル600が欲しいのよ。人兵以外が、まあ、400半ばのやつを装備してるから、ちょっと強いやつが欲しい。うん。600のやつが出ると思うんだけどね。そしてもう一つ、レベルで見るといいかな。爆食がついてるゴルゴーン。この爆食スキルがすごく欲しくって、レベル1のブラックアーミーが全ステ12パワーアップなのよね。ゴルゴーンの600だったらば、おそらく全ステ 30% とかそれぐらい上がってくれるのが出るはず。うん、それをね、狙っていきます。では早速、夜の学校に突入しまーす。では、行きましょう。多分ね、もう全員レベル600だから、あ、600でな。うん、600、600。600の敵が出てくるまで長かった。前はね、アップデート前は、一人のキャラクターが、600になれば、そのね、そのキャラクターだけで、この敵が強くなったのよ。それがちょっとアップデートで変わって、全員のね、レベルの平均値になったから、この全員を600にするまでが長かった。うん、でも、600になったから、最強のメダルがここで入手できる。召喚メダルだけではなくって、もう全部だよね。装備メダルであったり、アクションメダル、もうすべて最強のやつが揃うから、もうここをちょっと、次のアップデート。まあ、どうも噂によると11月の12らしいね。うん、それまでに、ちょっとここで、集めまくろうかな。うん。まあ、とりあえず、ボス、行ってみようか。何が出るかな。よっしゃ、もうボス、行くね。さあ、なんだろう。一発目でゴルゴーン来てくれれば、めちゃくちゃ嬉しいけどね。うん。ちょっと火力もね、どれぐらい出るか検証して、倒していこうかな。多分、相当出る。相当出る。うん。まだ自分がね、思い描く最高の構成ではないけど、ゴルゴーン来た!これはまさに運命!運命だ!よし、じゃあちょっと、最高の状態に持っていこう。芸能人ガクトで、攻撃力を2倍にして、OKOK。よし、おっと、2倍にして、さらに食べ物で 30% アップ。だね。OK、それで、行こう。あ、で、あれだな。敵を状態異常にして、あ、もう早く攻撃して。攻撃戦闘、こっちが、もう切れる、切れる、切れる。よし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 。もうちょいか。また、この、なんだ。しょんぼりが、ちょっと鬱陶しいな。こっちの能力が下がるから、このしょんぼりがなくなってからにしようかな。もう、とんでもないダメージ出したろ。よし、オッケーオッケーオッケー。もう、火力はね、もう最大まで上がってる、上がってる、来た。ちょっと異常状態にします、まず。あ、ちょっと待って、切れる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 。早く攻撃して。遅いよ遅い。それじゃもう切れてしまう、切れてしまう。切れた。切れた、切れた、切れた。ちょっと待って。今1回ね。なかなか合わせないな。今2回。2回、2回。3回。おお、どどどどど。ちょい待って待って待って。オッケー。今、5回か。あー、よし、6回。一応念のためあと2回。回避しよう。よし。よし、行った。行った。完璧。いきます。食べ物食べて、ムチムチムチ入れ、能力値を下げる。よし、完璧。行くよ。おお、クリティカル出れば、行くぞ、これ。あ、
クリティカル出ればこれ、おお来た来た、クリティカル出てまさか600のボスにカンスト出すとは思わなかったね。うん、これあのゴルゴンメダルの爆食がつくと結構簡単に出るかもしれない。やば、600の敵カンストした、これやばいよ、これやべえ。よし、あでも出てない、出てない、うん、メダルは外れだわ、大外れ、全然良くないの出たな。いやでもカンストは驚いた、驚れた。はい、ということで今日は野づちかで夜の学校行ってみたけども、カンストしたね、カンストした。装備見せようか、こういう装備をしてたのよね。まず頭が天上天下唯我独尊兜、これが状態異常の時にクリティカル率がアップする。もうすでに、生徒カードで 25% アップしてるんで、敵を状態異常にすると 40%、 うん、 40% クリティカル率がある。ほぼほぼクリティカルになるね、半分ぐらいはクリティカルになるっていうやつで。そして体、これが状態異常中の敵にダメージが 12% パーセンテージで上がる。これはめちゃくちゃ強い。でこっちね、超高級ブランドバッグ3つ装備して、パワーがプラス300、うん、300上がるっていうのはなかなかいいよ。そして振動ベルのメダル、これが彗星がついててパワーが156アップする。ここのメダルを爆食にしたいのよね。うん、でもこの状態でも出せたんで、カンストしたんで、おそらく爆食つけるともっと簡単にいける、もっと簡単に、もうむしろなんだろう、もしかすると振動ベルとかにもカンストダメージ出せるかもしれない。それぐらいやばいね。野づちかがなんかレベル600になって底力を見せ出した感じがします。はい、ということでまたね、出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいやー。